はい、コツの持ち目部屋へようこそ。今回はね、箱をもう一周させてみてもらいましたが、フィギュアーズゼロですね。はい、そちらの超激戦エキストラバトルっていうシリーズのね、スーパーサイヤ人トランクス、トランクスがね初めて登場してメカフリーザをぶった切った瞬間のシーンですね。こちらをフィギュア化したものです。はい、一応ねこちらねプレパンで購入したんですが、まあねちょっと出来の良さがね微妙だったんですよね。でもねなんかシーン的にもね自分の好きなシーンだったんでねちょっと購入しましたが、その出来の良さがねすごい気になりますね。ということでね、早速ね箱から出してブリスターの状態見ていきましょう。はい、ということでね、ブリスターの状態もね一回りさせてみましたがね、ちょっとね予想以上に出来が良さそうな気がするんですよね。ちょっとこれはもしかしたら期待できるかもしれん。はい、では早速ねブリスターからも取り出してみましょう。多分ねパーツ、これワンパーツ構成かな、分かれてなさそうですね。はい、開封し終わりました。やはりねワンパーツ構成でしたね。はい、で肝心のねフィギュアなんですけれども、あのね予想以上によくできているかもしれん。意外にトランクスどうかなと思ったんだけどね、これいいですね。このトランクスのね前髪、前髪もねすっごいシャープ、この一束の前髪これがねシャープでいいんですよね。かっこいい。髪の毛もねほんとね、いいと思います。悪くはない。ちょっとパールですね。パール塗装でグラデーションも入ってます。この角度とかね結構いいですね。かっこいい。でこのメカフリーザね、メカフリーザ思いっきり脳天からねぶった切られてますが、表情がね、こんな感じでちゃんとねここねちゃんとぶった切られてちょっとずれてるんですよね体がね。そういうところの再現もちゃんとされてます。こういうね、ぶった切られて分割されちゃってる。実際ね剣先前頭式入ってねえじゃんっていう意見もねありそうですけれども、剣圧で切ったと思えばねこれはね体の尻尾までね剣圧。いや、いいですね。フリーザもね、よくできてますね。剣のねエフェクトもねすごいクリアですね。クリアでグラデーションがちゃんと入ってる感じで、
で戦場のね大地、それと煙ですね、紫の煙。いや、総合してみるとね、いや予想以上ですね自分が思ってた予想を上回ってました。はい、いやこれは良かったですね。うん、はい、ということでね、超激戦エキストラバトル、そちらのねトランクス対フリーザ、一番印象的なね剣で真っ二つにするシーン、これはねよく再現されてると思います。うん、まあね、こういうフィギュアはね、ほんと人によりけりですけれどもね、感じ方は。うん、なので一概にね私の意見が全てとは言えませんけれどもねまあ自分は好きですね。うん、これは良かったと思います。このね角度とかもね、角度によってめっちゃほんといいですよ、かっこいい。ではね、最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。